その身を鍛えるよりまず、心しから鍛えよと、正直意味はよくわかりませぬが、なんだか凄そうです伊賀メイ参上修行中の身上、まだまだ未熟者なれど、以後よろしくお願いつかまつりますというわけで、お世話になります、親方様 拙者のお団子はどこに行ったのでありましょうかまさか、親方様が盗んだりしてませんよねおはようございます、親方様。こんにちはでございます、親方様。おやすみなさいませ、親方様。あれこんなおっきなバナナが、何故床の上に置いてあるのでしょうはっ、ん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 、待てよ。 もしや、これは何かの罠では。うわあ、お助けを親方様はしばし、修行にでも出られていたのですかなぜ拙者もお供させてくださらなかったのですまさか、お見捨てになったのですか拙者が弱すぎるのでしょうかそんな。拙者、もっともっと頑張りますゆえ、お見捨てにならないでください 様素晴らしいお天気でございますおやかた様一緒に影踏みをいたしましょううーん、空が暗くなりました。でも、おやかた様のお顔は相変わらず明るくて何よりですうわあわあわー雨です雨でございますおやかた様はきっと傘をお持ちですよね拙者の方は絶対にカバンに入れるのを忘れております。ははは。おやかた様 朝食はお済みですか拙者はご飯を食べるチャンスは決して逃しません。触ってみますかお腹がこんなに膨れておりますよ。お腹敷きました。道場のみんなからお前は食べ過ぎって追い出されました。フライトラップで何かおごってくださいませ、親方様。こんにちは。一緒に忍法の修行をいたしましょう。はい。 こうして、新聞紙で顔を隠せば、おお、姿が消えたように見えます。超すごいでしょう。夜こそ、拙者の忍びの技を見せる絶好の機会です。親方様親方様、みんなを驚かせに参りましょう。マキ様がびっくりする様子が見てみたいです。ふぅ。はぅ。 拙者の二番は、もっと強くなれます。もっと大きな新聞紙さえやれば。うん。うん。暇すぎて飲みが高ってきそうですよ。親方様、どこか回りましょう。幸子姉様、拙者は今日もしっ 修行しておりますよ <laughs> 何やら恩味からチョコの匂いがいたしますぞ。わあー、実に豊かなご褒美でございます。早くお受け取りくださいませ、親方様。あれメールが届いた音でしたかドーナツが出来上がった音かと思いました。その身を鍛えるよりまず、志から鍛えよ、と、 正直意味はよくわかりませんが、なんだか凄そうです素早さに磨きがかかりましたぞイリュージョンによりますと、小猿のようにめっちゃ遠くまで飛べるようになるようでございますこの尻尾は、体のバランスを保つためのものにございますしかるに、うはは しますが、頭なら撫でていただいてもよろしいかと拙者の髪の毛は意外とサラサラでございますゆえ、手触り抜群でございますよ了解ですお館様、忍びらしくこっそりお守りしましょうかおや、何故拙者のお腹をお触りになられますかあ、もしや、拙者のことを本当に猿だと思いになってるのではございませんか それともあ、まさか、またつまみ食いをしたのがバレてしまったのでは。お帰りなさいませ、親方様。拙者のことは見えない、拙者のことは見えない。拙者に先陣を切らせてくだされ。は拙者の手場にござる忍法、伊賀秘術なんと大事にござる拙者、頑張りましたなので、 デザートをもう一つ頂戴してもよろしいですか修行がまだまだ足りませんね。<laughs>